森の奥でチェーンソーを巧みに扱って干ばつに没頭している人たちはプロではなく、実はフォレストフォーピープル岡山のイベント参加者の方々です。フォレストフォーピープル岡山は2006年からずっと自然に親しみ、自然を知り、自然を守る人づくりを目指し、次世代により良い環境を残すために活動している団体です。今回の高橋シルブプレは、高橋の森を守る活動をしているフォレストフォーピープル岡山を紹介します。この日私は高橋松山の高橋美しい森で行われたフォレストフォーピープル岡山主催の干ばつ体験イベントに参加しました。このイベントは干ばつに興味のある人や技術を磨きたい人を対象に行われたもので、市内外から15人が参加しました。現在の森についてフォレストフォーピープル岡山代表理事の山下さんにお話を伺いました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、まずフォレストフォーピープル NGO を全然知らない人に、はい、説明してもらえませんか。活動内容ということですね。そう、わかりました。活動内容、フォレストフォーピープル岡山っていうのは自然体験活動とか直接ですね、いろいろ本物体験をしてもらうことで、はい、自然に親しんで自然を育める、うん、そういった人づくりを進めています。で、そういった人がたくさん、増えてきて、うん、将来的にそういった地域の環境、こういった里山の環境であるとか、今難しく言うと持続可能な社会とかっていろいろ言われてますけど、そういったことを少しでも意識できるような、でそういった意識しながら生活していけるような人づくりをしながら、そういった社会を少しでも早く実現したいなという思いで、はい、取り組みをしております。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、高橋の周りの森、はいはい、淡路め、日本の森はどんな状態ですか。はい、高橋、岡山県のみならず日本っていうのは本当に森林が多い国でして、うん、で高橋は比較的ちょっと低いかもしれないんですけど、人工林がやっぱりたくさんいろんな地域にあります。で手入れが遅れているところっていうのが結構あるんですね。ですので本当に今ある山、里山でそういった高橋の中にも、うん、まだ昔植えた杉ヒノキがですね、うん、細いままのところとかですね、うん、っていうのは将来的にもしかすると災害が起きる可能性があったり、そういった一番問題はありますし、うん、はい、ですので適度にですね手入れをする何か仕組みといいますか、そういったのが必要には今なってますね。はい、最後に、はい、この番組を見てる人、はい、の中には、はい、力になれた人がいたら、はい、どんなメッセージ を、伝えたいと思ってますか。はい、ぜひですね、もし、ご協力いただける方いらっしゃいましたら、そのうち のホームページやフェイスブックでそのイベントの告知をやっていますので、そのイベントへ参加していただいたりとか、もちろん会員募集もやっております。寄付金の受付とかですね、いろんな形でご参加いただけるかと思いますので、一度例えばインターネットでフォレストフォーピープル岡山で検索していただいて、出てきたページに問い合わせをいただくと返事をお返しさせてもらいたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日いろいろ答えてくれてありがとうございました。ありがとうございました。そろそろ江戸の出番だよ。今回は木との戦い、チェーンソーが未経験な私は山下さんに手の甲を使って安全で効果的に木を倒す方法を教えてもらいました。頑張れ、エドさん。はい、頑張ります。結構力を入れなきゃいけないね。は
はい、今のなんか切れた感じじゃないですか。できました。それは半分だけですね。素晴らしいですね。はい、さあ次行きましょう。見知らぬ方々と知り合いながらチームとして楽しく目的を果たして森の役に立ったなといった達成感を得ることができました。皆さんもやってみませんか。今回の間伐体験以外にもフォレストフォーピープル岡山は子どもから大人まで誰でも楽しめるさまざまなイベントを開催しています。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは最後にフランス語講座です。皆さん楽しいクリスマスを過ごしましたか。日本でもアメリカでもメリークリスマスを言いますけど、フランスではジョイユーノエル、ジョイユーノエルを言います。これからは、皆さん、12月31日まではよいお年を置いて、年明けたら明けましておめでとうを、言いますが、フランスでは、フランス語では、ボナネ、ハッピーニューイヤーという意味ですが、ボナネで、両方の意味、伝えることができます。では皆さん、ボナネー。